私の、はい、今研修の先生をやってくださっている前田麻衣子先生です。トレーナーの方ですか、はい、なるほど、前田先生、はい、あ、はい、と、そして私の同期のその仲良し、一番の仲良しの、はい、鈴木理香子アナウンサーです。さっき言ってた、はい、同期です。同期で、はい、どうぞお座りください。なるほど、失礼します、失礼いたします、はい、まず一番気になるのがそのアナウンスルームでね、1ヶ月っていうこともありね、はい、浮いてないかなっていう心配があったんですけど、どうですか。浮いてますね。おい、浮いてる、ちょっと、あの本人は浮いてないって言い張ってましたけども、ムッとしちゃうんですね、顔に出ちゃうんですよ、ムッとしてるのが。いや、でも浮いてるよね。そうですね。 どんな感じですか。その浮いてるですけれど、うん、でも周りの先輩が優しいので、はい、ちゃんと構ってあげてるっていう。あ、なるほど、なるほどね。お、同じ同期って言ってたけど、はい、同じ入社の、はい、そうです。で、馴染んでるわけですね、先生から見たら。あ、そうですね、鈴木は結構の、はい、他のアナウンサーと飲みに行ったりするんですけども、はい、飲みに行ったことはあるんですか。あ、はい、私ですか、はい、私はいつも誘ってくれるんですけれど、はい、私も別のスタッフとか、はい、あの先輩方と飲む予定が入ってて、ちょっと何度か断っちゃったんですよね、もう。あれ、あれ、ピッチーが誘ってんだ。はい、でも断られちゃう。はい、ごめん、あ、今ちょっと別の飲み会だったんだって言って、うん、あの前田さんはやっぱいろんな人をこうトレーナーとして見てきたと思いますけど、ちょっとやっぱ癖者ですか、一位は。そうですね、やっぱこう染みついた悪い癖っていうのはなかなか抜けないんです。どういう癖ですかね、それは。やっぱもう本当読み方一つもそうなんですけど、はいはい、やっぱりね、あの非常に彼女は努力しようとはしているんですね。なるほど、一生懸命です。そう、はい、で一生懸命自分の良くない部分を隠そうとしているんですよ。はいはいはい、はい、見せちゃいけない、見せちゃいけないって思うんですけど、うんうん、見えるんですよ、時々悪い顔が見えちゃう。もう春日状態じゃないですか。俗に言うね。はい、うん。